よし、ゆきちゃんやりましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。ゆきちゃんこの間、この間最近 YouTube 頑張ってるね。そうですね、うん、先日も見に来てくださいとても感謝しています。プレミア放送してたし。そうですね、うん、今登録者どんぐらいになったの？現在今70人ですね。70人か、あ、だいぶ増えてるね。そうですね、始めたばかり で、はい、うん、もう3ヶ月足らずでここまで来てくれればすごいありがたい限りです。ああ、そっかそっか、確かに。でもさ、なんかゆっくり実況が中心？そうですね、もう完全にそれだけですね。ゆきちゃん普通にこうやって喋るから、あんな七面倒くさいことしなくて普通に撮ればいいのに。撮る場所が全部家なんですよ。はいはいはい、はい、で、うん、ちょっと弟がそういうので邪魔してくるんで。まあね、ここで撮れ、ここで。そうですね、そうですね。あ、すいません、次に使います。はいよ、よし、そんなもんが出てきたら俺の負けだ。出てくる前にやっつけます。はい、了解です。じゃあこんな感じでやりましょう。ゆきちゃんお願いします。はい、お願いします。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。負けたー。じゃあ先行もらいます。はい、お願いします。はい、ゆきちゃんは縁がちょっと同級生なんだよね。そうですね、うちでうるさい縁がちょっと、はい、負けたっていう縁がちょっとね。どっちが強いの？まだあっちの方が強いですね。そうなの、まだあっちの方が。まあ顔の迫力とかだよな。そうですね、うん、じゃあ GT を言って耐えんの。え、そういうやつなの？ちょっと GT だよ。ドロー。かませバーン、ターンエンド。ドローもあります。はい、お、これは強いかな。マジか。じゃあマスターオブデュエルを置いてターンエンド。はい、これはそれはドロー。じゃあね、スパイナーを置いて出せない、ターンエンド、はい、ドローもあります。はい、ちょっと手札が悪いな。しょうがない、モルトネクストを置いてターンエンド。よし、何もできない、ドロー。じゃあね、どうしようかな。いいや、置いちゃおう。デスマッチを置いて、はい、3マナフェルミッション置いときます、はい、ターンエンド。ドローもあります。はい、じゃあここはマンハッタンを置いて、はい、ローコスト、うん、バッタアクションダイナマイトで GWD を出します。はい、出てきやがった。で、出た時に相手のクリーチャーとバトルすることができるので、うん、はい、ここでヘルミッションを選択してバトルします。ここでやられる。はい、はい、で、バトルに勝ったらワンドローもあります。これで、ま、場を離れる時の効果使える。使います。じゃあ道連れしたのしてるクリーチャーを破壊して終了です。はいよ、じゃあ置きます。ドロー。はい、じゃあしょうがないな、イービルヒート置いちゃおう。はい、3マナ、オーバーキルグレイビアード貼っときます。はい、ターンエンド。アンタップしてドローもらいます。はい、じゃあここはそうだな、じゃあ GT を置いて、ここそ GT2 枚もそっちにいる。爆竜忍法不死鳥の術を使います。ほう、それはバトルゾーンにある自分のカードを2枚墓地に置きます。はい、封印を2枚持ち寄ってます。あ、そういうことか。はい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 、はい、1うんうんうん、で、そしたらその中の火のクリーチャーを、うん、シンガリアのクリーチャーですね、うん、1体場に出せます。はい、ニャンコ軍団を出します。ニャンコ軍団、はい、はい、どんなやつで2万5000もあんの？スピードアタッカーでワールドブレイカーです。はぁ、何それ、アタック。嘘でしょ、そんなの。ちょっと待って、なんだそいつ。くっ、え、ないよ。終了です。オーケー、2万5000もあんの？だがな、しかし、はい、だがしかしだな、今これはコストを払わずに出てきたから、俺はブラックアウトを出せるんだよ。はい、どうぞ。な、そこから我が輩のターン。ニャンコ軍団って何それ。ちょ、ドロー。これはコロコロのフロックです。そうなんだ、すげえ。怖っ。じゃあまずね、はい、ブラッドギアを置いて、はい、2マーナ、バクマルくん。で、ん？どうした？これは、バトルに勝った時に自分の手札を全て捨てて5枚ドローできるっていう効果を持ってます。ほう、これ相打ちだけど一応勝ったことにはなるのか。勝ったことにはなる。あでもだって倒さなきゃいけ、あ、そっか、バトルじゃなければいいのか。こっちでこの D2 フィールドの効果ならそれは起こらないってこと。そうですね、はい、はあ、そう、ありがとう教えてくれて。じゃあこれやめといていい？はい、どうぞ。じゃあやめといて、素直に4マナで骨塩瓶にしとく、はい、そうすれば3枚落として、1,2,3 枚落として、じゃあこのブラック V をもらうよと、はい、そしてこれでここをダブルブレイクするときにこれが消えたと、はい、破壊されます。はい、でじゃあ2枚受けます。はい、はい、ないです。でターンエンドですね。はい、アンタップしてドローもらいます。はい、きついな。きつくなった。よし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 、きつくなったな。今の教えてもらって助かったかもしれない。墓地にクリーチャーは今3体か。3,8。じゃあここは GWD をチャージしよう。はい、カードして、はい、3コスト、はい、デュエリストチャージを使います。ほう、山札の上から3枚めくって、うんうんうん、
その中にあるボルシャックとあるクリップカードを回収します、はい、で下置いてチャージャーとチャージャーなんでまだ置きます。で、骨火はやだな4こそ、うん、じゃあ骨火と GWD をバトルさせます。あー嫌な感じ、はい、で勝ったんでワンドロー、うん、やられた。スレイヤーで破壊されます、はい。で、これターンエンドです。お、エンドか、よし。じゃあさ、起きるよ、はい、これで何も…いや、ドロー、く置いてしまえ、はい、そして4コスト、まあいいや、先に2コストでブラッドギアを出しておくよ、はい、で4コストでブラック V、はい、スピードアタッカーです、はい、そして、これでどっちにしよう、こっちでいいや、はい、アタックするとき手札を1枚自分で選んで捨てなさいと言いながら、はい、墓場からデッドゾーンがやってきた、はい、よし。じゃあここでニャンコ軍団を捨てます、はい、はい、そして3つ、はい、はい、ないです。お、ないの。じゃあブラックアウトでダイレクトアタックです。あ、いるのか、ボルシャックドギラゴン、はい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 、山札の上から1枚目はない。じゃあニャンコ軍団重なって、はい、まずコマンドなんで封印が剥がれます、はい。で、クリーチャー一体とバトルできるので、うんうん、ブラックアウトとバトルします、うん、で、相打ち、相打ちです、相打ちだ、はい、じゃあ僕はこれでできないからターンエンドです。じゃあアンタップして、はい、ドローもらいます。うーん、そっか、ブルーミッションもいないから、うーん、1、2、3、4、5、もう溜まった、まだまだ7、8枚、うんうんうん、8枚だから4コストで出せる。あー、そうか。じゃあ、あ、ここはネクストチャージャーをチャージして、はい、4コストで出せるって分かったから、うん、じゃあ3コスト、うん、とりあえずデュエリストチャージャー、チャージャー、はい、ここでボルシャックドギラゴンが欲しいところ、はいはいはい、あ、手に入っちゃった、うん、全部ボルシャックなんで3枚回収します、うんうんうん、すごいお得ですね。で、これがマナになった、はい、4マナ、あ、これは使ったな、うん、使ってます、すみません、使ってます。3マナだっけ、3マナ、うん、はい、うん、じゃあ3マナで今回収したのも使っちゃおうかな、うん、もう一回使います。おお、そうか、うん、1、2、はい、3、あ、またボーション、うん、いっぱい来た。で、下を送って、で、手を送って、うん、4コスト、はい、墓地にクリーチャーが、8枚いるので8枚いるので、はい、8コスト軽減で、はい、じゃあ GT を出します、はい、登場時に5000以下のクリーチャーを全て破壊します、全て破壊します、これだけだな、はい、じゃあな、はい、はい、やられた。じゃあそのまま GT でダイレクトアタックです。質問、はい、出てこれないの5000以下は、召喚ができないです。ダメです。あー、参りました、ありがとうございました、ありがとうございました。もうね、ずっと考えてたの、あれこれダメだよな、ダメだよなとかずっと思ってて、そうそうそう、それが本当に怖かった。そうだよな、はい、はい、やられました。じゃあゆきちゃんにはまたそのうち挑戦したいと思います。はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。ブックアイランドジュニアイルマ店は埼玉県入間市にあるカードショップです。ブックアイランドでは YouTuber を全面的に応援しております。店内での撮影はもちろん OK、 Wi-Fi も開放しております。充電も可能です。 YouTube に動画を出してみたい方、ぜひご来店お願いします、スタート、ぜひ応援させてください。